エルギン伯爵の紋章、王和の地、ギュールズのチーフとサルタイアー、カントーンは、アージェントの地にアジュールのライオンランパンと、エルギン伯爵は、イギリスの伯爵位、イングランドスコットランド合同前に創設された、スコットランド貴族である。1633年6月21日に、第3代キンロス教、トマス・ブルースが受け爵したことに始まる。現在、エルギン伯爵は、 キンロスのブルース教、キンカーディン伯爵、トリーのブルース教、スコットランドにおけるエルギンのエルギン男爵を保持している。全三者はスコットランド貴族であり、最後は連合王国貴族である。また、スコットランドの士族であるブルース士族の士族長を世襲している。エルギン伯爵家の邸宅は、スコットランドダンファームリンから3マイル南西にあるブルームホールハウスである。 ブルース氏族は、ファイフのキンカーディンに起源を持つスコットランドの氏族で、中世には、ロバート一世、デエビッド二世、父子の二人のスコットランド王を、排出している。スコットランドの判事、法律家であったエドワード・ブルースは、スコットランド王ジェームズ六世によって1601、2年2月2日に、スコットランド貴族尺位キ金ドス教に上された。この社位は、男女や直系、 非直系問わず彼の相続人、譲り受け人への継承を規定していた。ついで1604年7月8日には、スコットランド貴族爵位金キンロスのブルース教に除された。この爵位は、直系非直系問わず男子相続人に継続される、継承規定が付けられていた。1608年5月3日には、彼の直系の男子相続人、それがない時は男女問わず彼の相続人、 譲り受け人に継承される、規定の金ロスのブルース教諭を改めて与えられた。彼が死去すると、次男のエドワードが、ついでその弟のトマス・ブルースが就職した。第三代金ロス教となったトマスは1633年6月21日に、スコットランド貴族クイエルギン伯爵と、金ロスのブルース教に助せられた。この二つの爵位には、直径、非直径問わず、 ブルースの名と紋章を受け継ぐ男子相続人に継承させる継承者規定が付けられていた。ついで1641年7月30日にはイングランド貴族社位ホールトンのブルース男爵に除されてイングランド議会の貴族院議員になった。二大伯となったその息子のロバートは就職前にイングランド議会庶民委員を務め1663年に就職して 貴族院議員となり、そのの翌年の4年3月18日に、アイルズベリー伯爵、カウンティオブ・ベッドフォードにおけるアンプトヒルのブルース死者、カウンティオブ・ヨークにおけるスケルトンのブルース男爵にも譲された。以後これらの爵位は四大伯チャールズが死去するまで、同一人によって保持された。第二代アイルズベリー伯爵、第三代エルギン伯爵トマス・ブルース三大伯と、 なったのは二大博の唯一の成人した男子である、トマスで、彼は就職前にイングランド議会の庶民委員議員を務め、1685年に就職して貴族委員議員に転じた。彼は1685年から1688年にかけて国王ジェームズ2世の進出時住長を務め、名誉革命に際して、オラニエコ・ビレム3世のイングランド上陸後も、 ジェームズ2世を支持し続けたわずか4人の貴族の一人で、ジェームズ2世のロンドン脱出にも同行した。さらに、ジェームズ2世の大い奪還計画を立てたとして1696年には、ロンドン島に収監された。三大博が死去すると、その息子のチャールズ・ブルースが四大博となった。彼も就職前に、庶民院議員を務めていた。 彼は加えて1746年4月17日にグレートブリテン貴族爵位カウンティ・オブ・ウィルトにおけるトッテナムのブルース男爵に除された。この爵位は彼の老いトマス・ブルー・ブルースを特別継承者とする規定が付けられていた。1747年に四大博は没したが彼には娘しかいなかったためその保有爵位はそれぞれの継承方法に従って分かれた。 まずアイルズベリー伯爵をはじめとする初代の男系男子に限定されるイングランド貴族尺位はすべて廃絶した。トッテナムのブルース男尺位は特別継承者の規定通りよりのトマス・ブルー・ブルースに継承された。スコットランド貴族のうち女系継承が可能なキンロス教は保持者不祥ドーマントとなった。キンロス教は1868年になって貴族院によって四大伯の娘の子である。 第3代シャンドス公爵、ジェームズ・ブリッジズが正当な相続人であったと決定され、現在はその女系子孫が保持している。直系非直系問わず、男子に相続されるエルギン伯爵くらいと、キンロスのブルース教諭は、初代キンロス教の父、エドワード・ブルースに遡っての分流の、第9代キンカーディン伯爵、チャールズ・ブルースが継承した。第7代エルギン伯爵。 第11代金カーディン伯爵、トマス・ブルース5大伯は1771年5月14日に死去し、わずか7歳で就職した息子のウィリアムも同年7月15日に死去したため、その弟のトマスが5歳で7大伯となった。彼は長じて、外交官となり、特にザイオスマン帝国イギリス大使としてイスタンブールに赴任した際に、 オスマン帝国領であったギリシャに残る古代ギリシアの建築や彫刻を調査し、パルテノン神殿の彫刻を削り取って、イギリスへ送ったことで知られる。これは現在エルギンマーブルと呼ばれて、大英博物館に収蔵展示されているが、ギリシャ政府から返還を要求されている。第8代エルギン伯爵第12代キンカービン伯爵ジェームズ・ブルース7代博が死去すると、 その息子であるジェームズが八大伯となった。彼は1842年から1846年までジャマイカの総督を、1847年から1854年までカナダの総督を務めた。清とのアロー戦争においては特派大使として現地へ派遣され、天津条約、北京条約を締結した。またこの間に幕末の日本を訪問して、 日英修行通商条約を締結したため、日本でエルギン教あるいはエルギン博といった場合彼を指すことが多い。その後1861年にインド副王圏総督へ任じられ、1863年に死去するまでその職にあった。また彼はカナダ総督在職中の1849年11月13日に旧大博となったビクターは八大博の息子である。 彼も政治家で、1894年から1899年まで、インド副王権総督を務め、1905年には、自由党のヘンリー・キャンベル・バナマン内閣に、植民地大臣として入閣した。旧大博が死去すると、その息子のエドワードが重大博となった。現在のエルギン伯爵は重大博の息子である、アンドルーで、1968年に就職した。 原答手アンドルー・ブルースは以下の借位を有している。ケイフズ、ありがとうございます。